はい、時刻はね21時を回りました。皆さんこんばんは、評論家の宇野恒博です。この番組は、過去の名作をね一本取り上げ、僕とゲスト講師の2人で、学生の皆さんに講義していく番組です。そして前回ね、あの機動戦士ガンダム逆襲のシャアをテーマにですね、もうあの国分先生ちょっと止まんなかった ね。いや本当にあのおかげさまでね熱い放送もあったし、非常にこう反響も、まあ、あの大きい、放送になりました。ありがとうございました。ということでね、もう早速あのこれ毎月やっていきたいんで第2弾ということで、本日取り上げるのはですねこちらです。これね、あの少女革命ウテナですね。あのここにあるのはね、あの斉藤千穂さんの書いてる結構漫画版なんですけど、ま、あのテレビアニメ版を中心に今日は取り上げていきたいと思います。それではですね、本日の、ゲスト講師の方をご紹介させていただきたいと思います。プラネットチャンネルとはおなじみですね、批評家にして早稲田大学准教授の石岡義晴さんです。どうも石岡義晴です、こんばんは。ですね、このチャンネルを聞いてくださる方は先週の火曜日も高畑勲さんの関係な番組で追悼で出ましたが、そういうわけで1週間ぶりの方もいると思います。また私あのプラネットチャンネルの会員の方はですね、先週木曜日にスピルバーグを語りましたということで、割とですねこの10日間ぐらいですねプラネット週間となっておりまして、ちょっと声も枯れたんですが、のど飴少し舐めますが、あの頑張っていきたいと思います。ウテナには思い出あるので、まあ、その辺も含めてこれからよろしくお願いします。はい、じゃあ今日改めてよろしくお願いいたします。そしてですね、この番組はですね毎回ですねこうあの2人から3人ですね、こう、まあ、まさに若い読者のためということで、なんか僕らの講義を受ける学生さんをね、生でこうスタジオに招いています。じゃあ来てもらってますということで、じゃあ今日はじゃあ小玉さんからいこうかね。はい、それで自己紹介よろしくお願いします。はい、こんにちは、小玉です。私前回のガンダムの方でも出演させていただきました。年齢は20歳で、あのウテナができた年に生まれました。でウテナの放送の時に生まれました。97年生まれ。97年生まれです。ああ、はい、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ4年や、はい、前回もお世話になり、乃木坂などの放送でもお世話になってます。1996年生まれ、米沢です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、中渕くん今回初めての登場ということで、はい、今回から、初めて登場させていただきます。1998年生まれなのでウテナはやってなかったですね。大学2年生の中渕です。今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で本日はね、なんかね、この3人のね、もうまさにこう、なんかあのウテナを知らない子供たちというか、あの地下鉄サリン事件を知らない子供たちというか、まあそうなんか、はい、まあそういったね、あの若者3人にね、学生さん3人に僕ら2人が講義していくという形式でお届けしたいと思います。はい、でね、最初に番組の形式の方だけ、お知らせさせてください。このね、番組若い読者のためのサブカルチャー論講義はインターネット生放送です。今夜は30分の無料放送プラス1時間の限定放送でお届けいたします。この後21時30分までは YouTube ライブとニコニコ生放送のプラネットチャンネルで放送します。でそして、23時30分からは、ニコニコ生放送プラネットチャンネルのみでの会員限定放送になります。なので YouTube ライブでご覧の皆さんはね、番組説明欄からニコニコ動画の方にぜひ飛んでみてください。このプラネットチャンネルに入会すると、この番組をはじめとするインターネット生放送や過去に放送した番組のアーカイブも見ることができます。さらに、僕が編集しているメールマガジンが毎平日朝に届きます。だから週に5回届きますね。僕が今一番力を入れている活動拠点ですので、ぜひともご入会ください。ツイッターでも、意見お待ちしております。ハッシュタグはシャープ若い読者のためのサブカルチャー論講義です。ちょっと長いですけどね、結構頑張って入力して皆さんどんどんご意見をお寄せください。随時ツイッターも見てますんでね。ということで、この後ね22時30分まで生放送でお届けします。若い読者のためのサブカルチャー論講義、一回お知らせ挟んで、議論の方に移っていきたいと思います。
はい、改めましてこんばんは、評論家の宇野恒大です。本日のね、若い読者のためのサブカルチャー論講義ということでね、本日のテーマはこの少女革命ウテナですね。ちょっとね、最初にね、どういう作品の方かね、こう皆さんと軽くね共有しておきたいと思いますので、じゃあちょっと米沢君にまとめてきてもらってるんで、よろしくお願いします。はい、少女革命ウテナは1997年に公開された JC スタッフ制作のテレビアニメです。生原邦彦、美少女戦士セーラームーンシリーズのメインスタッフだった生原邦彦が少女漫画の斉藤翔と組んで世に放った作品で、2017年には斉藤翔画業35周年企画として20年ぶりとなる新作読み切り漫画が掲載されました。はい、そういう内容だった。あのね、俺も今日ね時間なくて直さなかったんだけど、まあこれ正確に言うとね、うちのスタッフが調べてこう書いてるやつなんだけど、ちょっとここのね添削から始めましょうかね、藤岡先生ね。あのね、まず、こうあれですね、生原邦彦監督ってメインスタッフっていう、まあ、メインスタッフなんだけど、正確にはこう2代目の監督かな、里城生原でしたっけ、順番的にはね、確かそのあたりですね。そうですね、ちょっと、はい、超正確なこと皆さんウィキペディア引いて、はい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 、見た、あ、セーラームに関してね、はい、そうですね、そうですね、はい、うん、で、あの少女漫画家の斉藤千穂と組んでっていう、まあ、それその通りなんだけど、正確に言うと、B パパスっていう原作集団をこう作っていて、うん、で生原邦彦がリーダーで、そうですね、で斉藤千穂がなんか原作っていうか、タイアップ漫画兼キャラクター原案やって、で作画面のチーフがあの長谷川さん、長谷川慎也、そうですね、で脚本で榎木戸陽治、そうですね、事実上ナンバー2で、うん、でプランニングであの今、アニメ様って呼ばれている小黒雄一郎さんっていう、アニメスタイルっていう雑誌を作ってる有名なアニメ編集者の人。でこれで B パパスっていう企画集団を作って、うん、こう放送されていたという感じですね。はい、でそこから分かるようにですね、極めて1990年代的なアニメっていう特徴を持っていて、まあだから何て言えばいいんですかね、アニメーションにおけるウテナの位置っていうのは、まあシンプルに言うと1990年代を代表するアニメの一つなんですね。っていうのは、先ほども言ったように、その佐藤純一さんから途中でシリーズディレクターを生原さんが引き受けたということで、さっき出てきた少女、美少女戦士セーラームーンシリーズですね。セーラームーンシリーズってやっぱり今なお国際的に日本のアニメが、テレビアニメがですね、世界中で見られるようになったのって、厳密には多分1990年代だと思うんですが、その時に結構いろんな国でめちゃくちゃセーラームーンってヒットしたんですよね。でしかも今見ると割と男性向けのエロが多いんじゃないかと思われる節もあるかもしれないんですが、結構女性に向けたっていうのが重要で、まあ女性が戦って、しかもまあ美しいみたいな感じでいろいろあるわけですが、結構世界中のまあなんかティーンズの女性を励ましたってことでよく知られているんですけれども、私もセーラームーンの再放送世代で伝えて DVD 全部借りてみました。あ、やっぱりそうですよね。なんかおすごいね、うん、だから その演出画をちょっとずつですね、エクストリームにしていく役割を果たしたのが生原さんなんですよね。でその流れでってことでですね、実は生原さんっていうのは東映出身なんですよね。でも事実上ですね、ウテナを作るためになんか辞めたようなもう当然って感じで、だから途中でそのセーラームーンを作った後に辞めて、その後こう作った満を持して世に放ったのがウテナで、しかもまあそれが結果的に画期的だったっていう、うん、そういう感じですね。なんか生原邦彦っていうのはセーラームーンRの劇場版がね、やはりこう黒とずに評価が高くて、で、はいはい、秋が泣いたとかね、うん、結構有名な逸話があるんだけど、うん、で、まあ、であのセーラームーン全盛期に、なんか、まあ、その R のとあたりですよね、多分生原さんが監督やってたのね、生原邦彦がこう独立で成り物にで始めたアニメがやっぱウテナっていう感じで、あとはあれですかね、セーラーウラヌスとかみたいな、なんていうかな、セーラームーンって基本的にはあれですね、ウサギとマモちゃん、すなわちタキシード仮面 の、 男女のカップル恋愛ものなんですが、そこに強烈などう考えても女性の同性愛者っていうキャラクターを導入するしてったっていうことでも知られてますね。あのね、で当時やっぱりこう第三次アニメブームだったのね。だから1995年にエヴァンゲリオンの何かこうテレビ版があって、まあ、それがだんだんこう社会現象化していくわけね。だから96年の3月になんか自己的な最終回を迎えて、で97年98年ぐらいからだんだんね、結構いわゆるオタク向けのアニメが増えていったわけ。だからそれまでもなんかこう、でその頃まだ新アニメが主戦場ではなくて、エヴァンゲリオンのちょっと前ぐらいから、なんかこうテレビ東京のね夕方のアニメが結構オタク向けになってる。そうなんですよ。
だからこのウテナも水曜日の6時だか6時半だかだから、そうそうそう、でも信じらんないでしょ、こんなのやってたんだよ。ね、ていうか性的場面もたくさんそうだね。ていうかまずね、これみんな新アニメだと思って見たでしょ。これ水曜の6時とか6時半からやってたからね。これマジだよね。まだ前半は良かったんですけど、後半からどんどんそうですね。いやだから俺本当に当時浪人だったんだけど、なんか6歳下の弟とか10歳下の妹とかで見ててめっちゃ気まずくなって。本当ね、そうだよね。あのコメントの皆さんね、僕嘘ついてないって証明してくださいよね。そうですね。その2年前だからエヴァンゲリオンもすでにそういうなんかあの性的な場面っていうのがあったわけですが、だからなんか、あの90年代前半から、まあ、やはりこう制作委員会方式っていうのをね、キングレコードの大月俊道さんってい こうカリスマプロデューサーがね、こうあのテレビアニメに持ち込んで、結構こうビデオソフトでリクープするアニメっていうものを、どんどん作っていって、でテレビアニメに結構高年齢向けのハイターゲットのアニメが増えていった時期なの。でそれをしかも夕方に放送してたわけ。まだ深夜アニメっていう文化が日本の放送文化に現れてなかったから、その流れの中にエヴァンゲリオンが出てきて、でガーッと盛り上がったところに、なんかこう大月プロデューサーがもう続いてこうなでしこだ、機動戦艦なでしこだったりとかね、なんかあの他に何があったかスレイヤーズだったりとか、もう次々となんかこうあのヒットアニメをあのテレビ東京の6時台に持ち込んできて、その流れの中にあの生原邦彦のオリジナル作品が出てくるっていうことで、結構ねもう前評判から高かったですよね。そうですね、そうですね、うんうん、しかしあのちょっと一個言うと、蓋を開けてみると、実はそのテーマはですね、あの70年代の少女漫画かつアニメもやっていたベルサイユのバラと一見見かけが近いわけですよね。革命っていうのもフランス革命を思わせたりもする。あとはあのやっぱあのアニメ見たい人みんな同時も抜かれたっていうか、突然歌い出すっていう絶対運命の中国のテーマがビビるわけですよね。であれはあの、まあ、特に60、70年代ぐらいにアングラ、いわゆる、まあ、東京の新宿を中心としたアングラカルチャーで有名だった寺山修司の劇団の音楽担当の、J.A. シーザーさんですね、をそのまま起用していて、だそう考えると実は、まあ、あのなんていうかな、60、70年代 あのカルチャーの空気もまとってたんで、だからあのパッと見で全てが斬新っていうわけではなく、ただそんな夕方のにそんなものを持ってくるってことがあのとにかく組み合わせが結構ね、つまり一個一個の要素は分解するとそんなに目新しくないんだけれども、全部合わせると見たことのないっていう感じに作ってたんですよね。あの石岡さん、ちなみに初見リアルタイムでこれ見てました？僕リアルタイムではね飛び飛びだったんですね。ところが当時石岡さんも何歳ですか？僕はもう大学、大学院ですよ、ね、大学院、いやまだね、97年だから、そう院に入ったぐらいですね、だからねあんまりねテレビ見る暇、ただねもちろんポストエヴァンゲリオンの時代だったんで、あの非常に注目はして、ただね僕ね漫画から入ったんですよね。ああ斉藤千穂のね、そう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 、漫画から入っていってアニメは時々見るって感じだったんですよね。ただねあのただちょろちょろ見てたせいでストーリーよく分かんないままでたまに見てたんですよね。でやっぱ最終回とかになんかこう城が崩壊する最終回とかも見てて、なんか流しっぱにしてたらやっぱすごいなと思って、これどうせその時はまともになんか全体を通して見てなかったので、後からビデオとかでこう見直したって感じですね。ちなみにね僕はね結構リアルタイムでハマってたんだよね。だからもうなんか当時浪人してて、で全くなんか予備校もカードだけ通してこう全部サボってて、すごいもう人生やけになってた時期、なんかこうなんか道を外してる自分がかっこいいみたいな中二病に19歳ぐらいでかかってた時期ってさ、でこのなんかまあウテナはね、なんかこうまあさっきも言ったように前からなんか鳴り物にて始まってすごい注目されてたんだよね。でなんかエヴァンゲリオンでちょっとアニメで文芸路線やってもいいんだと、ハイターゲットな、その空気がブワーって盛り上がってた時期で、でもなかなかそれになんかあの正面その期待に正面から応えられるクオリティのアニメって正直出てきてなくて、でそこにウテナが来たっていうことですっごいなんかあのちょっとした盛り上がりがあったんだよね。ただ僕最初のねワンクール見てなかった。13話までなんかあのアニメ雑誌とか当時買ってて、なんか生原邦彦のドヤ顔のインタビューとかあるんだけれど、なんかそれがちょっと嫌だったんだよね。なるほど。だからなんかあのなんかこう生原邦彦がなんかこうドヤ顔でインタビューするだけ、俺がねアニメで芸術やってやるぜみたいな感じのトーンで出てきて、でそれもストレートに言ってるんじゃなくて、俺あざといでしょかっこ笑いみたいな
なんかテレ的な感じの語り口で言っていて、なんてあざといんだこいつはみたいな。でこういうのって結構まるで80年代とかの結構語り口で多いんだよね。ちょっとした自虐を入れることによってマジか本気かわからない感じを出してドヤ顔するっていうの、当時のやっぱライターの文体みたいなのが言動にちょっとみんな乗り移ってた時代でもあるから、でサブカル的ななんかね、そういうの良かった。そうだからなんかこう自虐的な自分を演出する上等手段だったわけなんだよ。だから俺がねこのねクロートのこのねオタクの俺様がねこんなあざといのに乗せられてたまるもんかみたいな変な自意識で最初見てなかった。いや本当本当。でそれところがなんかこう毎月アニメ雑誌買ってると結構なんか盛り上がってるのが伝わってきて、なんかねいつのアニメージか忘れたけど、あのちょうどこう第7話の見果てぬジュリを特集した号があったの、ちょうどあの橋本勝代イコール細野守が挨んできてる回だよ ね。であれ見た時にもうこれは見なきゃと思って、で見始めたらちょうど2クール目の黒バラ編が始まるところで、でも結構ドハマりして、であのサントラとかもハマってすぐ買ってきて、もうずっとね受験勉強もせずにね部屋でずっとあのなんかあの天井桟敷のね合唱曲をずっと聴きながら、もう大学ノートに勉強もしてずっと妄想を書いてるの。自分の雑誌作るならこんな目次するとか、小説書くならこんな設定にするとかね。だからなんか浪人生の結構なんか僕の浪人時代の現実逃避の思い出イコールウテナみたいな感じだよね。じゃあ世界革命したじゃん。そう、世界だから世界を革命するしかないということを、を自分に、あ俺って世界革命するしかないんだと思いながら偏差値が鬼のように下がっていくそういう世界だよね。はい、ちなみにどうですか、あの学生の皆さんはこれ全員初見なんだよね。そうですね、そうですね。どうだったの、じゃあちょっと感想を順番に聞いていきたいんだけど、米澤先生は。いや僕はさっきも石岡さんがおっしゃった通り、そのすごくその世界を革命する力をっていうそのフレーズもそうですし、なんかすごいなんか60年代70年代的だなと思って、ぶっちゃけこれがこのアニメが97年にやってどこをが新しかったんだろう、どこが先進的でどこが卑怯性を伴ったんだろうっていうのがぶっちゃけ分からなくて、でそれがどうなんですか、さっきまあそのマーケティング的な理論、マーケティング的な観点とか、あと作家性の観点とか、なんかそういったところでは お話しいただけたんですけど、その物語の中身としての新しさ、60年代70的なものをなんかこういろいろこうコラージュしたのが新しかったっていうことなんですか、物語の中身としてどこが新しかったか。でもあのモチーフレベルでは完全にあれはもう1周目か2周目のアングラリスペクト、完全に、ね、だってもう今寺山修司、今天井桟敷みたいな感じだよ、もうじゃあもうあえて感ってしかないっていう、そこもあえて感しかなかった。いや完全にあえて感だよ、だってあんなのだってウテナだから、寺山修司とかなんかアングラ演劇とかの全盛期なんて、ほんと僕が生まれる前とかだもん。そうですね、だからもう完全にあれはあえてだよ、ああなるほど。なんですか、そうですね、まあ、だからいろいろ考えられるんだけども、先ほども言った通りでやっぱエヴァンゲリオンの後にあの実はあのアニメに戻ってきた人がめちゃくちゃ多かったんですよ、それは段階ジュニアなんですね。ああなるほど。つまり僕の世代って簡単に言うとね、アニメのちょっと、まあじゃあそのちょっと前のアニメの状況を言うと、あの今私も納得いかない分析として、なんかね80年代後半から90年代前半のことを一部のアニメ雑誌または批評家ライターとかはアニメ冬の時代って言ってたんですよ。ごめん俺も言ったことあります理由が簡単 でその時ジャンプアニメがめっちゃやってたんですよ。ジャンプアニメとジブリがね、であともう一つは ね私の時代って段階ジュニアとかねファミコンに行っちゃったんですよ。あーゲームに客取られたんですよ。でそのまま、ゲームやってるまま大人になっちゃったんですね。ところがエヴァンゲリオンっていうのが今でいうところの洋ドラ、海外ドラマを、例えばなんだろう、ゲームオブスローンズとか一気見するとかあるじゃない、ああいうノリでエヴァンゲリオンって実は流行ったんですよ。だから96、7年頃ね、ビデオで買ったりとか、あとレンタルで見落ちたりとか、で その時期にウテナが放送されたっていうのがあって、だからアニメの見方がね、2週回ったって2週なんか、もう一回そのなんか子供の時アニメ見てたが見てなかった人が大人に戻ったのもある、 それもあるし、もちろん当時見た人にも あとはその、セーラームーン見てた子供の人がそのままセーラームーン卒業かなと思って振ってみたらすごいものを見てしまった。で相当年齢的に小学生ぐらいで、セーラームーン見てた人が中学生になるぐらいでウテナに
あのちょうどなんか初代セーラームーンとかにハマった人がちょうどうちらの頃小学校高学年とか中学生ぐらいを迎えるっていうね、いろいろな多分時期的なタイミングとかがあのいろんなものが熟成していて、そういうタイミングがねあのジャストだったってすごく大きいですね、うん、いやでもなんか米庵が聞きたいのはさ、はい、どちらかというとさ なんかなんであんなストーリーになってるのかみたいな、そうですね、うん、はい、なことでしょ、はい、チーフレベルのことというあのリアリティ描写少なめで心象描写が、うん、多めなのは、まあ、あれはあの、まあ、いわゆるエヴァ以降というか、うん、っていうことですよね。だからそのアニメができる幅を広げたというか、うん、そういう、あ、そうですね、そういうところへの挑戦ということでああいうストーリーだった。あのね、ちょっとだから僕ちょっと先週この番組で高畑勲のことばっかり考えてたんで、実際でしばらく高畑勲さんのことを考えてたんですが、彼の言動を読むとね、アニメで絶対やりたくないことっていっぱいあるんですよ。で実はウテナって高畑勲さんがやりたくないことばっかり集めてて、もうことほどくやりたくないことを記号的な人物描写、一見薄っぺらに見える類型性とか、あのなんか生活的なリアリズムの希薄さとかね、あと食事が別にうまそうでもないみたいな、いろ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 考えると、そう考えるとジブリアニメの真逆なんですよ。なんかね、あの頃ってあの、まあ、今から振り返るとね、なんか高畑勲がやっぱり切り開いたなんかこうアニメでこそ本当 の, リあの映画的なリアリズムは極めることができるんだと、つまりこう作家が全部設計したものこそに本当に自然主義的なリアリティのある描写ってのは可能なのだっていうテーゼでずっと動いてきたわけ、それまで、はいはい、70年代からね、はい、あの少なくともこうあのアニメ史に残るようなこう巨匠の作品っていうのは、うんうん、まあ、宮崎駿もそうだし、まあ、富野義行もそうだし、押井守もそうだよね、はい、それぞれ高畑勲から受け取ったものを自分流にアレンジしてさ、うんうん、はい、結構展開しているんだけど、はい、でそれがなんかエヴァンゲリオンぐらいで一回こうついえちゃうんだよね。つまりエヴァンゲリオンがああいった形で自己的に破綻することで、こういったなんかこうあの高畑勲が切り開いた手法と、まあ、手法で何かあの、まあ、言ってしまえば近代文学みたいなことをやるんだってことだよね、はい、総合小説みたいなことをやりたいんだっていう、うん、はい、個人の問題からなんか世界の問題までちゃんとしっかりつないだ総合的な作品をやるんだみたいなことが一回エヴァンゲリオンで破綻してるわけ、はい、でそこでそのなんか生原邦彦ってその後から出てきた人間が、はい、いやそうじゃなくてもっとなんかアニメ本来のね、アニメであえてリアルなことをやるんではなくて、アニメだからできることをもっとストレートにやろうじゃないかっていうのがやっぱ根底にあるんだよね。なるほど、ね、だから少女革命ウテナ見てなんかこうなんかすごいこう世界が狭いとかさ、はい、うん、なんか思春期の青臭い知識の話しか描いてないとあれ悪口にならないと思うんだよ。だから逆に あの今までのアニメが何かこうあのビルトゥングスロマンを描こうとかね、はいはい、何かこうもっとなんか壮大な世界観を描こうみたいなことをやっていたのに対して、いやアニメってもともとこういう記号的で狭い世界を描くのに向いた媒体なんだから、 それを思いっきりやってみようという逆張りなんだよね。どちらかというと上の世代に対しての逆張りでああなってるって考えた方がいい。え、これちょっとあの田中的な考えかもしれないですけど、だからあえて少女なんですか、そういうことではない。ね、なんかあの、原案が確かその、ね、斉藤千代さんの漫画の終わりの方に初期の原案があるんだけども、はい、確か初期はなんか少女がセーラームーンの延長みたいな感じで、なんか少女が一団となってなんか戦うみたいな感じの話にしてたらしいんですよね、はい、でも少女がって言うけれど、はい、ウテナって言うほど少女ものってイメージがあんまなくて、割と男の率が高いんじゃないでしょうかね。だからそれも含めてね、まあ多分最初はセーラームーンプラスアルファビだった企画が どんどんいじっていくうちにあの別物になっていったんじゃないかと思うんですよね。であとさっき言った話だと、そうあのアニメの記号性もそうなんだけど、まあ、やっぱりそのあの合唱 もあって演劇的なあの舞台があって、舞台の外側もあるとかね、そういうなんか重層的な感じ の構造、あとは影絵があると、そうですね、はい、あとモブがすっごい雑なモブじゃないですか、うん、オープニング見た瞬間からなんだこの変なモブはと思ったら、本当に本編でもあのモブのなんかこう三角形の記号みたいなやつ、オープニングで見て 何かなと思ったら本当にああいう人ばっか出てきましたよね。だからあれもね、結構どぎも抜かれたんですよ。普通オープニングは象徴表現で、普通はあんなことやってるけど本編でちゃんと人間っぽいものを動かすんでしょと思ったら、そのまんま来たよみたいな、そういう感じですよ、ね、だから当時からすっごい逸だったよ、
もうやはりね、いわゆるこう巨匠のね、巨匠の描く大作と言われるものであればあるほど、やっぱ映画的なんだよね。アニメだからこそ獲得できるなんかこう映画的リアリズム、自然主義的なリアリズムをどう構築するかってことをみんなやってた中に、やはりウテナだけが参照枠演劇なんだよね。演劇のリアリズムをどうアニメ、でアニメを作っていくのかっていうことをやっていて、でも本来アニメってそっち側なんだよ。戦後アニメーションの、高畑勲以降の戦後アニメーションの方がやっぱ特殊でさ、まあ、そこはね、だからやっぱ絵面からして、絵面っていうか演出のもうなんか、空気感というか肌感覚からしてもう違いましたよね。うん、そうですね。で、あとなんだろうな、もう一つだけ言っとくと、まあやたらね、光りまくる、光が本当に光りまくるとかね、あ、でもどうしよう、話し出しちゃったんだけど、いろいろな演出を見ると、明日のジョーとかなんだ、エースの刃とかの出崎治さんっぽさも実は見られるんですけども、明日のジョーとかの人ね。でも明日のジョーとかの演出は結構なんかね、やたら光ったり、ゲロが光ったりね、あと3回同じ角度を繰り返したりと、伝えれば様式的なんだけど、実はね、なんか内面性みたいなものは熱い魂みたいな感じでできたんですよ。で、生原さんはなんかそれと割と近いように見えて、やっぱそれもやっぱりさらに記号的に空虚になることで、変わって見えるっていうか、ね、いや、だからあれは、まさにこう、それこそアフターエヴァンゲリオンの問題でね、やっぱエヴァンゲリオンってなんかどちらかというと、まあ、よく言われてるね、当時から言われてた批判だけど、世界の問題を自意識の問題に矮小化しちゃってると、でただなんか逆にそのことによって時代批評になり得てるんだよね。我々はもうできませんっていうある種の敗北宣言によって時代批評になり得たのは結構エヴァだったんだよね、はい、でなんかだからウテナってそれに対しても完全に開き直っていて、はい、もうなんかアニメっていうのは思春期の自意識の狭い世界しか描けないんだと、心象風景を描くだけのものなんだ、でもそれがアニメの能力を一番発揮する方法なんだからいいんじゃないかっていうね、なんかまあ開き直りがウテナなんだよね。なるほど、言ってみればね、でね、まあ、さっきね、米屋から言ってた少女っていうモチーフについてね、この後ちょっと掘り下げていきたいと思うんだけど、すいません、ですね、YouTube ライブの方をご覧の皆さん、ごめんなさい、一回ここでね、番組閉じさせていただきたいと思います。この番組はですね、この後22時半からはですね、ニコニコ生放送、プラネットチャンネルの方で会員限定放送に入りたいと思います。なので、YouTube ライブでご覧の皆さん、番組説明欄からニコニコ生放送に飛ぶことができますので、今すぐこうリンククリックして、ニコニコの方に移動してください。で、このプラネットチャンネルに、入会すると、この番組をはじめとするインターネット生放送や、過去に放送した番組のアーカイブをこうたくさん見ることができます。そして、僕が編集しているメールマガジンが、毎平日朝に届きます。なんか週に5回届きます。僕が今一番力を入れている場合、大体ですので、ぜひともご入会の方ご検討ください。そしてですね、有料放送に入る前にお知らせです。実は次回の放送決まってます。次回の放送は6月29日、1ヶ月後の金曜日の21時からです。取り上げる作品はですね、この4月に、再びアニメ化されました、田中良樹原作の銀河英雄伝説です。そしてですね、ゲストはですね、東京都議会議員の音喜多駿さんをお迎えします。いや、まあ、音喜多さんはね、音喜多は今ね、本当にね、リアルトリューリー人と戦ってるからね。女トリューリー人ともうバチバチやってるからね。まあ、問題は奴がやん、提督なのかみたいな問題ですよ。まあ、本人はやんだと思ってる可能性が高いんだけれど、実はオーベルシュタインなんじゃないかとかね。まあ、いろんな噂がありますよね。今、まあ、いろいろありますよね。なんかね。いや、本当です。なので、もうちょっとその辺の生々しい感じもね、含めてね、お届けしたいと思いますのでね、皆さんお楽しみに、全10巻、今から読んで、見てない、読んだことない人はお待ちください。それではね、一旦皆さん、さようなら。そしてすぐにニコニコ生放送で再開いたしましょう。